Can I get a tea? Yeah, what's up? Extra hot. So one of our regulars has been asking my coworker for her number, but he uses his wife's loyalty account. Hello there.どうもこんにちは、タケです。はい、ということで今日は、今 TikTok で大バズり中のジェナさんの、この動画の英語解説をしていきたいと思います。もうね、実写版マーニーとか実写版ディズニーみたいな風に言われてて、まあ今世界中でね、ちょっとこの子が話題になってると思うんですけど、まあ、とにかく可愛い。まあぶっちゃけね、この可愛いだけで全然見れる動画なんですけど、まあ何言ってるのかちょっと気になってた人もいたと思うので、まあ字幕ちょっとつけて今流してみたんですけど、実はこの動画普通に面白い動画で、実はその英語的なちょっとトリックがあるんですよね。なんで普通に英語を勉強してる人にとってもすごく勉強になる動画になってるし、まあ彼女がねカフェで働いててバリスタなので、その海外のねカフェに行った時にまあ使えるフレーズみたいな、そういうのもちょっと学べて、この子も可愛いし普通に英語の勉強になるし、英語の意味を知ると面白ってなるし、もう最高の動画になってるんで、ちょっと今から解説していきたいと思います。じゃあまず最初のところですね。 はい、この Can I get a tea? これは普通に海外のカフェに行くときとかの、まあ鉄板フレーズだと思うんですけど、 Can I get 何々で何々くださいみたいなね。なのでカフェだったら普通はこれお茶をくださいっていう意味になるんですよね。 Can I get a tea で、 Can I get a coffee だったら、コーヒーくださいですよね。ただ実は tea にはお茶以外に別の意味があって、ゴシップっていう意味があるんですよね。なんで tea でゴシップやねんって感じなんですけど、まあカフェで Can I get a tea って言ったら、まあほぼ 100% お茶くださいっていう意味になるんですけど、一応ゴシップくださいっていう意味にも取ることもできるんですよ。 Can I get a tea って。でこの動画では実はそのゴシップの方を使った状態で、動画が進んでいくっていう感じなんですよね。まあ、それがこの動画のトリックなんですけど、でこの後 Yeah, what's up?この、temp っていうのが temperature の略で、まあ temperature が温度っていう意味ですね。なので what temp で、まあどれぐらいの暖かさにするっていう意味ですね。ただ最初に言ってた Can I get a tea は、まあゴシップくださいっていう意味なので、だからこの流れで言うと what temp は、どういうタイプのゴシップが欲しいですかみたいな意味になります。まあなんか、まあ、普通ぐらいのゴシップがいいのか、まあなんか熱々ドロドロのね、ゴシップがいいのかみたいなことを聞いてるっていうことになります。でその続きが Extra hot Extra hot、Extra hot なんで、まあ熱々っていう意味ですね。まあお茶の場合だった場合、まあめちゃくちゃあったかくしてくださいっていう意味になります。 Extra hot なんでね、海外のカフェ行ってその、あったかくしてほしいときは Extra hot please みたいな感じで、めっちゃあったかくお願いしますみたいな感じで普通は言うんですけど、今回の場合はゴシップの話になってるので、さっきその What temp、 まあどんなタイプのゴシップが欲しいですかっていうのに聞かれたのに対して、熱々のやつお願い、まあ、つまりドロドロのやつお願いっていうことですね。でまあここまではまあ普通のねカフェでの注文のまあ風景っていう感じで、まあこの子可愛いなっていう感じの動画なんですけど、こっからようやくこの動画のオチの部分が出てくるんですよね。はい、まあこんな風にね、熱々のゴシップを提供するっていうオチが待っていて、 Can I get a tea ってお茶のことじゃなくてゴシップのことだったんだっていうトリックがここでわかるっていう感じなんですよ。なので途中まではただお客さんがお茶を注文して、でそのなんか店員さんが可愛いみたいな動画なんですけど、実はお茶を注文してるかと思いきやゴシップを注文していて、その店員さんがゴシップを話すっていう動画だったっていうオチがあるっていう、まあすげえ面白い動画になってるんですけど、普通カフェではありえないですよね。ティーって言われてゴシップを提供する店員さんはありえないと思うので。まあ一見ね、この子が可愛いっていう動画かと思いきや、実は英語を使って、まあ言葉遊びをしている面白い動画なんですよね。まあ多分バズってる理由はこの子が可愛いからなんですけど、僕も最初見た時は普通にお茶注文して、なんか、なんか世間話してるな、みたいな感じの動画だと思ったんですけど、あ、ティーってゴシップの方か、みたいな感じになってから、うわーみたいな。ああ、そういうことか。ずっとゴシップの話してたんだ、みたいな。すげえ動画やんと思って。で、まあ一応カフェ英語として、そのさっきのゴシップの部分でも結構使える英語があって、この So one of our regulars なんとかなんとかって言ってたと思うんですけど、この regulars っていうのが、まあ常連さんのことですね。まあ regulars って言ったりします。あと、he uses his wife's loyalty account って言ってたと思うんですけど、この loyalty account っていうのが、まあポイントカードのことですね。まあ、なので奥さんのポイントカードを使ってるってことですね。まあ、ポイントカードっていうかアカウントって言ってるので、まあ、まあ、奥さんがポイントを貯めているアカウントを使っているってことですね。まあ、なので、ポイントカードだったら、ロイヤルティーカードですね。そう、はい。で、まあ、実はね、面白い動画でした。ということなんですけど。やっぱ、ブルーアイズブロンドガールですよね。
で、まぁ、ちょっとおまけみたいな感じなんですけど、この子のね、あの、TikTok アカウントでもう一個ちょっと面白い動画があったので、それもちょっと、あの、トリックがあって、あの、面白い感じになってるので、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。Okay, there's an ice water for you. I only wanted ice. So sorry about that. Thank you. はい。見た目も可愛いっすね。はい、という感じなんですけど、まあ、あの、結構わかりやすかったかなと思うんですけど、まあ、最初ね、あの、Here is ice water for you みたいな感じに、まあ、これが氷水でーすみたいな。まあ、お客さんがね、注文した氷水を、まあ、お客さんに渡してるっていうところで、それに対してお客さんが言ったのが、I only wanted ice。まあ、つまり、アイスだけで欲しかった。まあ、アイスキューブが欲しかったってことですね。で、それを、まあ、この子はそのままの意味で取ってしまって、中のアイスキューブだけを取り出して、お客さんに渡すみたいな、オチですね。まあ、カップが欲しいとは言われてないからね。で、お客さんも、まあまあまあそうなんだけど、みたいな感じになってるっていうのが面白いですね。まあ、だからそのままの意味だったり、まあちょっと違う意味合いで取っちゃう、ちょっとなんかまあ、あの、不思議ちゃんみたいな感じになってる動画ですね。で、この子のね、まあピュアな感じがいいんですよね。あの、アイスキューブも出しちゃう感じとかね。もう、ありがとうってなっちゃうよね、これは。これはなっちゃう。でも最後の笑顔ね。はい。なので、皆さんよかったら、この、ジェナさんのね、あの、TikTok 貼っておきますんで、よかったら、フォローしてみてください。はい。ということで、これからもこんな英語解説動画、出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ということで、See you guys again soon! Bye!